ファンファンモード開始します。ロボットにはもっとチケットがいるよ。わー、これは何のゲーム？これは最新のバーチャルリアリティゲームよ。つまり画面のゲームをただ見てるだけじゃないの。ゲームの中に入るの。中に？パパ、これやってみなくちゃ。さあ、早くやろうじゃないか。わあ。さあ、いける。このゲームの舞台は遠い未来。よしよしよし。危なかった。どうだいケイル、これはすごいよ。あれは商品のロボットだ。やあロボット、こっちだよ。ようこそトラベラー。このレベルを終えるにはあのゴールへできるだけ早く到着すること。頑張って。でもどこに？すごくいる。これはすごいよ。すごく早いぞ。なに今の。それはロケットブーツよ。ロケットブーツ。あ、すごかったぞケイル。本当にそう。そして新チャンピオンにはこれが商品よ。ミッション大成功。
オ。わあ。ママ、サラが来たよ。やあ、ケイル。やあ、サラ。これがそう？危ない。はあ、危なかった。気をつけなきゃね。もっと罠があるかもしれない。行こう。すっごく綺麗だな。ケイル、ダメ。ああ、壁がどんどん狭くなってくる。ケイル、こっちよ。それはいい考えだ、サラ。早く手伝って。ダイヤモンドを取ればいいんだろう。いい考えがあるわ。あそこまでどうやって降りる、ケイル？あのドアから出口に行けるよ。ケイル、ダイヤモンド取った。なんだかすごく楽しそうだな。ロージー、ダイヤ取った。いや、ロージー、取ったのは僕とサラで。どうやって？ほら、ケール、ブロッコリーは体にいいのよ。僕、ブロッコリーいらない。
もし野菜を食べないならケイル、アイスクリームもなしだぞ。アイスクリーム、わーい。やめろよ、ローゼー。僕、ブロッコリー、なんか、いらない。やめなさい、ケイル。部屋へ行きなさい。デザートもなし、外出禁止よ。いいよ。ケイル、怒った。ブロッコリーなんてウェーだよ、テリー。大嫌いだ。僕は食べないぞ、絶対。やだ。こんにちは。こんにちは、ケイル。僕たちと一緒に遊べる？ごめんなさいね、レオ。ケイルは今日は遊べないのよ。とても悪い子だったから外出禁止なの。ああ。ケイル、怒った。いいわ。じゃあまた別の日に遊びましょう。おーい、レオ、クレメンタイン。そこで待って、降りていくよ。ダメ、ケール。叱られるわよ。おい、ギルバート。ほら、おいしいおやつだよ。部屋へ行くんだ。ケイル、ケール、何をやってるの？ケール、お話ししてるでしょ。何をやってるか分かってるの？僕友達に会いたかったんだ。外出禁止でしょ、ケール。あなたはとても悪い子だったのよ。分かってる。でも。でもじゃない、ケール。それに逃げ出そうとするなんて絶対ダメだ。もし怪我でもしたらどうするの？迷子になったら？そうなっても助けてあげられないのよ。僕ごめんよ。今日は出られないよ。僕とても悪い子だったから。いいよ、ケイル。また今度遊びましょう。ごめんなさい。あんなに怒るつもりじゃなかったんだ。それに怖がらせてごめんよ、ローゼー。ケイル、怒った。もういいよ、ケイル。謝ってくれてありがとう。僕もう部屋に戻るよ。その前にアイスクリーム食べていい？いいわ。あ、ブロッコリーを食べ終わったらね。
よしケイル、そこを左に曲がって帰ることにしよう。わかった。ねえパパ、家まで競争だよ。気をつけろケイル、そっちは道が悪いぞ。なに？ケイル、はい、ケイル、ニュエン先生よ。これから腕のレントゲンを撮るわね。では折れているようね。6週間ギブスをつけてもらうことになるわ。6週間？まず腕の周りに詰め物を巻いてから石膏で固めるわね。そうすれば痛くないから。これがすっかり乾くまでじっとしててね。いい？ケイル、出ないと意味がないからね。ああ、すごく重いよ。なんか変な感じ。最初はちょっと変な感じがするでしょうね。でもこれを我慢しないと腕は良くならないのよ。たくさんいいもの持ってきたよ、ケイル。サインペンに金粉、クレヨン、全部あるわ。うわあ、ありがとう、みんな。入って。誰が最初にやる？うん、私。うわあ、ギブスがすごくかっこよくなって元気が出たよ。ありがとう。僕もギブスが欲しくなったよ。